じゃこんにちは。堀内。はい。お前相性ってあんの？相性あります。同年代こう知ってるけどさ。はい。堀内の相性ってなんだ？ラジオだとちょっと豊さん絶対笑わないでくださいよ、うん、ラジオはみんな私のことエミタソって呼ぶんですよ。何？エミタソ、タソ、タソ。なんだよそれ、エミタソって。なんとかタソとか言うじゃないですか、相性で。あとあのセクシー番長みたいな感じです。セクシー番長だよバカ。あ、お出たね。出たね。あ、そう。そう、相性、そう、そういう相性があるんですよ。犬さんはちなみに相性ってありました？俺相性って大学時代にポチだよね。犬？うん、いろいろうろちょろうろちょろしてたから俺。あ、だからそのなんか野良犬っぽいポチだったんですか？そうそうそう。あ、相性あるんですね。いや、まあだからプロ入ってからはもう豊か一本だけどね。あ、豊さんはそうです、ね、うん、うん、でも野球でもなんかいろいろ相性とかって。いや野球はさ、うん、まあ大きな相性、相性になってんのってさ、はい、やっぱ打線の名前だよね。おー、まるまる打線。まるまる打線。あ、これをやっぱりちょっと掘り下げていこうよ。あ、いいですね。ああ、じゃあ最初まるまる打線。昔のは知らないよ、昔のは。あ、もうすごい前ってことですよね。うんうんうん、うん、まあ例えばダイナマイト打線とかあったの、阪神。ダイナマイト打線。いや、もうもうもう大昔だよ。あ、ちょっと待ってください。ダイナマイト打線。藤村さんとかさ、名前聞いても分かんない、はい。全く分かんないし、出てるのは1946年から49年の大阪ダイナマイト打線だから全然分からないです。全然分かんないでしょ。だからまあ新しい、まあここ最近じゃないな。うん、俺は最近だけどさ、阪神のニューダイナマイト打線だよね。うん、あ、ダイナマイト打線の次に来たニューダイナマイト。そう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 。まあ新しいという。いつですか？誰の時？はい。バース掛布岡田のクリーンナップがいて、あー、前見が一番。まあ阪神が優勝した時だよね。はいはいはい。まあ、打ったという。ああ、の打線ですね。ダイナマイト、もう本当にどっから爆発するかわからないというようなさ、まあホームランが前見さん34本、はい、バース54、掛布さん40、うん、岡田さん35。佐野さんが13、木戸まで13本打ってるぐらいだからさ、キャッチャーで。いや、やっぱすごいよね。すごいですね。うん、え、これ豊さん体感してるんですもんね。体感してる。で、特徴的なのは、この時にバースが三冠を取ってんだよね。こ、うん、はい、の時なんだ。だからもう手がつけられなかったというね。やっぱりすごかったんですね。まあ、どっからでもこう爆発できるという、そんな感じの打線だったよね。それがニューダイナマイト打線、1985年の阪神ですね。そう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 。はい。まあ、こっから、やっぱ大阪つけるのうまいね、伊手前打線。あ、聞いたことあります、伊手前打線って。聞いたことあるでしょ。はい。だからその時に、はい、まあ大体大村が一番打ってて。はい。あ、近鉄？そうそう、近鉄ね。はい。大村、水口、ローズ。おー、ローズ。うん、で中村のり、あ、はい、のりさん、磯部、はい、あの楽天行ったね、はい、で吉岡、川口、うん、ギルバートとかもいたね。でキャッチャー的山とかさ、うん、いたんだけど、まあここもね、うん、やっぱり伊手前打線っていうこの象徴は、うん、ローズと中村のりだね。ああ、いや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 、名前でもすごいですもんね、これホームランの数も。そうそうそう、まあここら辺もなんていうの、うん、打ち出したら止まらないというかさ、まあ、そんな感じの打線だったよね。乱打線にはめっぽう強かったド派手な打線って書いてあります。いやいや、もうどっからでも打ったもんね。すごい。でチーム打率が驚異の2割8分、チーム本塁打が211本。ああ。だからその半分がローズと中村のりが打ってたような感じだもんね。ああ、3番4番で打ってたんですね、そんなに。すごいですね。そうそうそう、だからやっぱ手がつけられなかったというかさ、まあそんな打線だったよね。やっぱ特徴的なのはさ、ローズと中村のりの破壊力じゃない、うん、これが一点前打線の特徴、阪神は全体的にホームランもあるし、うん、ただその集約されたものがクリーンナップにガッと凝縮されてるというさ、
うん、だからもう足も何も使わなくていい、打てばいいという。打てばいい。あ、両方に共通してますね、この。これで新しい打線が生まれてくるんだよ。また次の世代に。今度何ですか？マシンガン打線。マシンガン打線、すごそうですね。マシンガン打線は、はい、だから1998年、ベイスターズが優勝した時のメンバー。ベイスターズの時なんですね。そう。うん、1番、1番石井拓郎。はい、2番春、3番鈴木、うん、4番、うん、ロバートローズ、5番ローズ、駒田、6番佐伯、7番新藤、はい、8番田中、はい、ここはさ、とにかくヒットメーカーが多かった。だからヒットがポン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 つながっていくの。あー、止まらないんですね。止まらない。あ、だ大きい一発よりもつないで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 ってどん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 っていう、はい、で新しい野球に入ってきたなと思うのが、はい、こういう打線の中にやっぱ盗塁王がいるんだよね。これ石井拓郎なんだけど、はい、やっぱ盗塁王を取ってるんだよ。あ、で4番のロバート・ローズが打点が153って、はい、すごい、すごいだろ。すごいですね。いや、だからそのなんていうの、主だった、うん、そのタイトルっていうのは盗塁王と首位打者と打点王しかないんだよ。だけどなんていうの、ゴールデングラブ賞はたくさんいる、ベストナインはたくさんいるでしょ、うん、だからなんかこう三拍子揃ってる選手たちが多かったというチームなんだよね。すごいこうグラフ、いいグラフというかまとまってますよね。バランスがいいんだよ。だから今までのさっきおっしゃってたそのニューダイナマイト打線、イテマイ打線とはまたちょっと毛色が違うってことですね。いや、系統が変わってきてるよね。ただ、うん、横浜スタジアムではい、ホームランをもうちょっと打てよっていう思うんだけど、そっか、だけどローズが37本、うん、まあ153打点、まああとは春が15本打ったり、鈴木が17本打ったり、はい、まあ最近は10本とか、うんうん、まあ進藤が14本とか、谷繁が11本、はい、だからそんなに飛び抜けてないんだけど、うん、でもみんな打点が多い。だからどっからでもヒットが生まれて、うん、どっからでもつながったという打線だよね。あ、それがマシンガン打線。マシンガン打線、おお。これはね、試合時間長かったんだよ。あ、そ、止まらないんですもんね、つながって。あのね、解説で言ってるでしょ、うん、はい、解説で、まあ、行くときあるじゃん、まあ、シフト表とか見るじゃない。うんうん、うん、あ、横浜かと思ってたもん。今日帰り遅いわって。勝つのは分かってたんだよ、うん、だけど止まらないっていうのを知ってるから、うん、横浜は試合時間長かった。だから特徴的ですね、このマシンガン打線の時の時間が長いっていう。で、うん、最近言われてるのは、はい、西武の山賊打線、うん、お、山賊、はい、これ特徴的、特徴はこれどういう相性なのかね、山賊打線って。でもね、ここはね、タイトル取りまくり、あ、そうですね、みんな最多安打も取る、首位打者取る、打点王は取る、ホームラン王は取る、もうね、そうなめ、すごいですね。2つぐらいできるよね、うん、ここは。ということはちょっとマシンガン打線よりかは、イテマイとかニューダイナマイト打線に近いものがあるってことですか？でも盗塁王もいる。あ、全部もうオールマイティすごいじゃないですか。いや、だからもうどっからでも点が取れるみたいなさ、こんな感じの打線なんだよね。すごいですね、山賊です。この打線はやっぱね、うん、すごい、山賊。山賊、怖いですね、山賊ね、山賊打線。だから秋山でしょ、センター秋山、源田、森、中村、殿、うん、崎、山川、栗山、木村、金子って。やっぱすごいよね、打率はね、さほど高くないんだよ。うん、あ、でもやっぱ得点打率はやっぱ高いと思う。ここぞっていう時のなんですね。ああ、だからこの山賊に、あの浅村もいたわけだからね。あ、そうですよね。うんうん、だからそれ考えるとさ、うん、とんでもないやっぱ打線だよ、ここは。ですね。いやー、面白いね。でも過去にもいろいろあったでしょ、うん、いや、あるんですよ。ちょっと今見てみたんですけど、うん、ダイハード打線って知ってます？映画じゃないですか。ダイハード、どこのチームか分かります？ダイハード打線って2003年のダイエーなんです。あ、だ1番村松、2番川崎宗則、3番井口、4番松中、5番城島、
6番バルデス、7番ズレータ、8番柴原、9番トリゴヤ、どこからでもホームランが打てる強力打線。で100打点を超えた選手がなんと 4人もいるという最強の布陣。チーム打率は2割9分7厘という驚異の数字で、チーム本塁打は154、福岡ドームで。まあ、福岡ドームっていうのが価値があるよね。広いっていう、そうですよね。広いよね。で、1、2番の出塁率の高さが4人の100打点超えをもたらした要因の一つと言われていると、うん、やっぱりね、いい1、2番がいるよね、そういう時って。もう絶対そうだよ、条件はね。そうですよね。あとね、史上最強打線っていうのがいるんです。他やろ。史上、もう何でもすごい名前ですけど、2004年の巨人です。オーダーが1番西、2番清水、3番ローズ、4番小久保、5番高橋由伸、6番ペタジーニ、7番阿部慎之助、8番二岡。打線のつながりは格も、破壊力は十分、つながりはないそうなんです。まあだからその時ぐらいからかな、うん、まあ王さんの時もそうだったけど、ジャイアンツはやっぱホームランで、はい、勝つという、うん、ホームランが出ないと活気が出ないというね、やっぱ勝手に印象付けてるよね俺が、うん、まあそういう ところからもやっぱジャイアンツが負けた時ホームランがなかったからかなとか、うん、そう考えるようになっちゃうよね。ああそっか、そうですね、イメージ的にそうですね。オープン戦の時に話したけど、うん、ジャイアンツは全然心配することはないと。はい、だって一番12球団でホームラン打ってるじゃない、だからジャイアンツの野球はできてるからって言ってましたもんね。やっぱジャイアンツとホームランというイメージなんだよね、やっぱ一発っていうことなんですね。豊さん、これからなんかつけたい打線とかってあります？豊さんがつけたい打線の名前、こんなチームにこんな打線の名前つけたいとか。まあとにかくコロナを収束するような、うん、コロナ収束打線とかさ。どんな特色があるんですかそれは。何でも撃退していくという。あ、もうバッサバッサ切っていくと相手チームを。ああ、そうか。あとなんか やらしい打線とかどうですか。こうなんかコアダ使ったりとか、なんか忍者打線とか猫魂打線とか。まあな。うん、姑息な手、まあ、とりあえず開幕してから考えよう。まあまあそうですね、とりあえずプロ野球開幕してから。そうですね、名前かな。はい、じゃあどうも。はい。